フジバランドです。いやー。さあ森木さん、今日は二人で外に出てますけど。いや、こんなことある？カップラーメン以来。あのカップラーメン2人でお家で食べたい。そうだね、いつも家族といるもんね。本当ですよ。だからびっくりしてるんですよ今僕。だってマジで何にも聞いてないから。そうでしょ、行き先知らないでしょ。知らないですよ。だって今ほとんどこれ誘拐ですよちょっと怖いんですけど。今日はね、はい、ちょっと、私個人藤原和弘に対して、はい、一つ仕事が入って、はあはあ、それに密着してもらおうかなっていう感じなんですけど。あ、なるほどね。行き先は今から行く私のこう仕事場、ほう、文部科学省です。あ、はい、文部科学省、政治家がいるとこですよね。そうです、大臣がいるとこです。文部科学大臣たちがいるとこです。え、ね、ありますよね。 ありますね。総務省とか、はい、大蔵省とか。大蔵省はもうないですけど。あ、ないんですか。すいません2019年20年にかけて、はい、クラウドファンディングで、はい、私ね、ゲロ吐いちゃったよっていう絵本を作ったんですよ。あ、はい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 。それはいじめに関する、まあ、絵本で、はい、でもうたくさんの何百人の方に支援いただいて、はい、その本を作って、はい、2000冊ぐらい作ったのかな、はい、で、できた時に出身の奈良県生駒市の小中学校に全部寄付したりとか、はい、そんなことをしてて、はい、で他の自治体にも寄付しようとかってしてたんだけど、はい、2020年の年明けにできたんですよ、はい、ってことはコロナなんです、そっから。ああ、そうか。で、各自治体がもうそんなことを受け入れられる体制ではなくね。ああ、それどころではない、ね。それどころではなくなってしまって、ずーっとまず在庫を持ってたという話が一つ。ああ、はいはい。あ、在庫ね、ありましたね、はい、家に、はい。家にあったでしょ、はい。で、文部科学省さんの方で毎年やってたんだけど、この3年はやってなかった、全国いじめサミットっていうのがあるのね。すごいサミット。中学生が全国から集まってきて、小学生もいるのかな、はい、集まってきていじめに対して、いろんなことを自分たちの思うことをこうサミットだから、まあ、話し合うっていう。そこで私の経験っていうものを、はい、生徒さんの前で喋ってほしいという仕事をいただきまして。あ、今日ですか。今日、今から。ですので今からその中学生小学生の前で私は約15分から20分ぐらいなのかな、はい、経験を喋って、はい、皆さんとその後交流を持ってということをしに行く。でその後は、NHK の取材があります。は？NHK さんが取材させてくれっていう話が来たので。これに関してですか。そうです、全国いじめサミットに出演している私に対してますので。ちょっと待ってください、俺どんな顔して俺横でカメラ回してて大丈夫かな。俺いらんこと言いそうなんだよ。いや、これどうしよう。で、もともと絵本って言ってるけど、小学校高学年から中学生に向けて書いたの俺それ。あ、なるほど。だからもうちょうどですね、ほんとターゲット層に、はい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 、今日初めて、はい、中学生に自分で伝えるのは初めてかな。前小学校、ある小学校の町会、うん、朝礼会、全校朝会みたいなのに番組で参加して1000人の前で読み聞かせしたんだけど、うん、それ小学生だったから、ね、ああ、なるほど。どんな感じに受け取ってもらえるのか、よろしくお願いします、はい、1日よろしくお願いします。はい、ムルキさん。いや、ちょ、はい、いや、まあまあ向かってる最中なんですけど、まだね、すいません、はい、確かに私も何も言わなかった、はい、そうです、うん、本当にね、はい、本当に言ってないです。どこ行くかって言わなかったし、はいはい、で行き先はまあ文部科学省ですから、あのね、はい、やっぱりね、日本の政治の中枢、霞が関に行くわけですよ。そうですね、はい、はい、すいません、これは私の誤算です。いや、もうやばいっすって。足元ずっしりだけどね、スウェットで来てます。俺スウェットで来ちゃったよマジで。もうマジでやばいですって。いや、もしかしたら初めてじゃない。あ、国の省庁にスウェットで入る人初めて。やばい、初めて。やばいんですって。マジでやばい。これはこれはマジで、あの、もし何か言われた場合は、ちょっとフジワランドマジで謝ってくださいね、これ。ただドレスコードはないと思いますから。そうですか。聞いたことないもん。いや、もちろん聞いたことないですよ、うん、ただ、うん、スウェットも聞いたことないと思うんですよ俺。まあ、スウェットトレーナーで来てるんですけど、どうしよう。まあでももう今更無理なんで、これ脱いだらパンイチになっちゃう。爪痕を残しましょう。はい、もう残ってるんですよ。文部科学省にスウェットで入った男というね。爪痕を切り刻んでやりましょうよ。
タン押してね。西館東館、あ、文部科学省東館、これだな。これですか。はい、多分これですね。あれ、あ、寄りすぎた。はい、お願いします。楽屋張り見た。はい。藤原和弘氏って書かれてた。後でしっかり撮ってもらって。俺初めてじゃない、26年目で藤原和弘氏って書かれてた。各学校に一つっていう感じで渡すんだけど。来ないですね、スウェットの人。来ないよ。藤原さん言ってました。非常識なのよ。じゃあ何人がいるって言ってましたよ。文部科学省にスウェットで入った人なんて、ネックオーバーして。はい、これめちゃくちゃ面白いです。うん、藤原さん自分の紹介文見ました。ああ、本当だ。これ言いますか。吉本男前ランキング3連覇。そのまま、いじめサミットの。いや、まあまあ。ちょっと待って。いや、書くことないと思ったら書くしかないんじゃない？いや、でもこれは、はい、じゃあ今さ、これスライド出してくださる方と、あ、どうしましょう。僕がここで読んでるのに対して、同じようにこう、いけるもんですか？あ、わかりました。じゃあ呼ばれましたので、はい、行ってきます。よっしゃい。みんなだから、前向いてるわけじゃないからね。グラフで円になって座ってるから。だから円卓の営業ではないですよね。あの円卓の円卓。おじさんがね、お酒飲んでる企業営業みたいな、はい、それとは違う。円卓は円卓なんですけどね、なんか合ってるかどうかわかんないですけど、頑張ってください。そうなんです。合ってるのかな。皆さんに伝えようと思います。まず最初は本日のゲストによる体験談です。先ほど紹介しました藤原さんです。どうぞよろしくお願いします。全国いじめ問題子どもサミットに、呼んでいただきました。吉本興業所属、まあ、司会者の方にも、言っていただきましたが、ライセンスという漫才コンビで活動しております藤原和弘と申します。よろしくお願いいたします。ちなみにですけど、知ってましたという方はいらっしゃいますか？あ、後ろの大人の方は結構ですね。あの子供相手に喋ってますので、ありがとうございます。学生さん知ってました？ ありがとう、大好きです。まあ26年ぐらいですかね、漫才をやってるんですけど、まあ正直45歳なので、皆さんのお父さんお母さんと同じぐらいの世代かなと思っております。だからまあお父さんお母さんちょっと友達が喋りに来たのかなぐらいの感覚で受け止めていただけたらなと思っております。プロフィールがちょっとまあ出て、まあ、薄くて見づらいかも分かりませんけど、まあ、まず見た目の第一印象どうでしょうか。180センチぐらいは身長あります。で、体格もいいです。はい、でかいです。ひょろひょろではありません。で、高校生の時に空手部に入ってて、空手でインターハイに出場して全国で16位になりました。ありがとうございます。いやいや、16位になりました。で、この世界に入って人前に出てこうやって喋る仕事もしてます、漫才もしてます。そんな僕ではありますが、中学生の時、本当に、今中1の子っていらっしゃいますか？中1、はい、いますね。中1の時、僕はですね、いじめに遭いました。正直今でもこの話をする時、ちょっとこう胸にグッとくるというか、乗り越えられていない部分みたいなものは正直あります。
ですが、ちょっと今日は皆さんに、こういう気持ちを、お伝えできたらなと思うので、楽しい話ではないかもしれませんが、ぜひしばし、耳を傾けていただけたらなと思っております。転勤族って分かりますかね。僕の父親はサラリーマンで保険会社に勤めてたんですけど、ですので、こう 2,3 年ごとにですね、いろんなこう地域に引っ越すわけですね。僕は生まれたのは兵庫県で、奈良で、小学生になることになって、2年生の頃に引っ越して、川崎市、神奈川県川崎市に住んで、その後また3年ぐらいしたら新潟県長岡市に住んで、その後また、何年かして、奈良に戻るっていう学生時代を送りました。ですので小学校には3つ通いました。中学校は2つです。入学してそのまま卒業できたのは高校だけです。で、僕が中1を迎えたっていうのは新潟県長岡市です。長岡市にいる頃に、僕はいじめに遭ってしまったんですけど、正直今振り返って思い出すと、どうして僕が標的だったのか、どうして僕に的が絞られたのか、理由は全く分かりません。ある日突然でした。まあちょっとですね、田舎の学校だったので、いわゆるヤンキーという集団ですね、ちょっとやんちゃな変形の服装、制服を着た子たちがいるような学校で、中1の同級生にも何人かいました、そういう子たちが。違うクラスでしたけど、でもこう1日の授業があって、合間合間休み時間、どこかのタイミングでうちのクラスに来て、僕を見つけてお腹殴ったり、お尻を蹴ったり、背中急に蹴ってきたり、そういうことをしていくわけですね。その時僕は体小さかったんです。中1で148センチしかありませんでした。前の方から数えた方が早い。体格も華奢でした。クラスの中でじゃあ大きな声でわーってみんなでなんか喋ったりするのかっていうと、そうでもない、目立たないキャラクターなのに僕が目をつけられてしまう。で、一日に一回そういうことがあるんですけど、もう一人僕と一緒に、まあ仮に A 君とします。A 君っていう子が僕と同じようにたまに標的にされるんですね。どっちかなんですいつも。どっちかが何か見つかって、休み時間に教室の後ろのあのロッカーとかありますよね、ああいうところに連れて行かれてやられる、うん、辛かったですね。意味わかんないし、なんなんだ。クラスでじゃあ見てる人いっぱいいますよ、誰も助けてくれない。で、あまり辛いので A 君と帰り道に話したことがあります。次にどっちかがやられたらお互い助け合おうって決めました。で、その次に標的にされたのは僕でした。 A 君をその時見ました。 A 君はその時にね、笑ってたんですね、うん、大人になった今 A 君の気持ちを考えると怖かったんだと思います。そこで僕を助けに入ると、なんだお前って絶対なりますよね。それ怖かったんだと思います。僕が逆だったら、 A 君がいじめられてて僕が助けに入れたか、僕も笑ってたかもしれません。それぐらい怖かった。だから僕は A 君に対して今恨んでるかというと、それは、まあ、全くないですね。ああ怖かったんだろうなと思ってます。で、この経験が、まあ、ずっと続くんですけど、じゃあ先生に助けを求めたか、ね、よく言います、先生に言いましょう、親に言いましょう。僕は先生に助けは求めなかった。それはね、もう報復が怖いから、お前言ったなってなるのがもう目に見えてるし怖いし、何してるか分かんない。しかもそのヤンキーの集団には先輩もいる。たまにその先輩のところにも連れて行かれた。自転車をこかされた。で、先輩はその自転車を後ろに立ってる。お前向こうへ来いで行く。道間違うと上から頭でガーンと殴られた、うん、そんな人たちに先生に言いつけたら何されるのか言えなかった。じゃあ親に言ったか、親にも言わなかった。
じゃないんですよ、これは。親に言わなかった理由は、うちの家族はものすごく仲が良かった、うん、親と仲が良かった、今でも仲良い。そのお父さんお母さんに、あなたの子供を学校でいじめられてますよっていう事実を知ってほしくなかった、言わなかったんです僕。親に辛い思いをしてほしくなかった、まあ自分だけ頑張って学校行ってれば大丈夫か、家ではそう思ってる。でも学校行くと辛い、うん、終わらない。でも僕が今こうしてここに立ててる、それにはいじめから脱却できたっていう理由があります。じゃあどうしていじめから逃げられたのか。さっきも言いましたけど、転勤族だったんです。中学2年の終わりで奈良県に戻ることが決まってた。僕のいじめにはゴールがあったんです。そこで逃げられた、それがすっごい大きかったと思います。その奈良で僕は空手と出会って、今の相方と出会って、お笑いと出会って、人生が好転します。あそこで転校しなかったらと思うと今でもゾッとします。どうなってただろう。今日皆さんには多分会えてない、この話もできてないと思います。違う人生だったと 100% 言い切れます。で、僕が今こうして皆さんの前でお話しさせてもらって、何が一番重要なのかって、やっぱりいじめにあったら僕は逃げてほしいと思ってます。先生たちもいらっしゃる前で言うのは何ですが、学校に行かなくていいと思ってます。勉強できる方法は特に今の時代いくらでもあります。わざわざ学校に行って勉強する必要はありません。逃げてください。まず避難してください。それが一番大事だと思います。ただその逃げた先、避難した先で何もしない、勉強もしない、他の世界に目を向けない、これはいじめに屈したことになると思います。後で紹介する絵本があるんですけど、その帯にも書いてます。逃げてもいいけど負けたらあかん。僕はすぐに逃げてほしいけど、その逃げた先で自分の人生をまた新しいものにしてほしいし、新しい世界に飛び込んで、学校だけが全てじゃないってことを知ってほしい。学生時代の皆さんは、まあ、大学に行かないとすればですよ、小学校6年、中学3年、高校3年、12年なんですね。学生の当事者の皆さんからすると12年ですごく長く感じると思います。でも今僕大人になって学生時代を振り返ると、学生時代って本当にすごく短いです。そしてすごく小さな世界です。たったこの12年の小さな世界でいじめにあったからって全て失わないでほしい。世の中にはいろんな世界があります。僕だってまだ知らない世界いっぱいあると思う。世の中広いです。いろんな世界あります。行くべきところがあります。たった一回のいじめ、たった一回の嫌な思いで負けないでいただきたい、そういうふうに今大人になって思います。親に言わなかった僕ですが、今僕には5歳の娘がいます。女の子です。彼女も小学校行って、中学校行って、高校へ行きます。もしかしたらいじめられるかもしれない。その時に自分の娘に伝えようと思っているのは、僕は言わなかったけど親に言ってくださいってことを言うと思います。助けられるのは親だと思います。親になった今だから思いますけど、親しか状況を変えてあげることはできないと思います。その後に先生が手助け協力してくれることはあると思いますけど、ああそんな状況だったら学校に行かなくていいって判断してくれるのは親です。知らなかったらその判断もできない。親は判断してくれます。逃がしてくれます。守ってくれます。その後に学校と相談していろいろ方向性を決めてくれると思います。まずは皆さんもそういうことに出くわしたら、いろんな思いがあると思います。怖さもあると思います。親に伝えたくない気持ちもあると思いますけど、まずは親に伝えてください。
みんなが思ってるより皆さんのご両親は皆さんのことを助ける力を持ってると思います。たった12年、そう考えてください。いろんな世界があります。そんなことを伝えたくて、2019年にクラウドファンディングを通して、作った、絵本ゲロ入っちゃったよというのがあります。はい、これをちょっと最後に読まさせていただきたいと思います。ゲロ入っちゃったよ。風邪ひいちゃってさ、気持ち悪くなってゲロ入っちゃったよ。でもお母さんがくれた薬飲んだら気持ち悪いの治ったよ。公園でね、みんなでかくれんぼしてるのに僕だけ入れてもらえなくてさ、ゲロ吐いちゃったよ。胸の中が痛くなって涙出たけど薬もらえなかったよ。僕の顔にはほくろがあってさ、お父さんお母さんには可愛いマークだねって言われてたんだけど、友達にはいつも大きな鼻くそつけてるなって笑われて、ゲロ吐いちゃった。ほくろが消えるみたいな塗る薬はあるのかな。学校行くとさ、下駄箱の僕の靴がなくなってておかしいなと思って探したらゴミ箱に捨てられててさ、ゲロ吐いちゃったよ。頭の中がすごく熱くなって熱が出たみたいになったけど薬もらえなかったよ。先生にね、胸が熱くなって涙が出たり、頭が熱くなって熱が出たりすることがたくさんあって助けてって言ったら、困った顔で本当なのって言われて信じてくれなくてさ、ゲロ吐いちゃったよ。涙も止まって熱も冷めて体が寒くなってきてブルブル震えたけど薬もらえなかったよ。だからね、家でずっとテレビ見たりインターネットしたりすることにしたんだ、ずっとね。そしたらね、ゲロ吐かなくなったよ。薬いらないよ。いっぱいテレビとインターネット見てるとさ、世界中でへんてこなこといっぱいあるんだよ。外国の偉いおじさんたちはね、集まっていろいろ話して勝手にいろいろルール決めてるんだよ。僕はこれだけミサイル持ってるけど君はミサイル持ってっちゃダメだよとか、君には安く物を売ってあげるけど君には高く売るよ、でも僕には安く売ってねとかね。仲良くないのにニコニコ握手してるんだよ。多分みんなゲロ吐いてるね。薬持ってるのかな。みんな家でじっとしてればいいのに。じっとしてれば何も起こらないよ。じっとしてれば誰かに嫌なことを言われることもない。じっとしてれば誰かにひどいことをされることもない。じっとしてれば辛くて悲しくて胸が痛くて涙が勝手に溢れてるのに頑張れなんて意味のわからないことを言われない。じっとしてればいいんだよ。じっとしてればね。でも気になることが一つ。じっとしてる僕にお父さんが死ぬ時に言った言葉の意味が知りたいな。バカにつける薬はない。あれは誰のこと？当然僕にひどいことをした人たちだよね。そうだよね。それとももしかして僕のことなのかな。はい、ありがとうございます。という、本でございます。ありがとうございます。さっき話させていただいた通り、逃げてもいいけど負けたらあかん、そういうことを表現したつもりです。大人になった彼は何もしなかったから何もない大人になってしまいました。でもさっき僕が言ったように世界は広いです。世の中広いです。いろんな世界あります。学校だけじゃありません。もしいじめに出くわしたら他の世界へ逃げてください。今日はちょっと暗い話になってしまいましたけど、次は漫才に来てください。本日はありがとうございました。
疲れ様でした。お疲れ様でした。いやすんごい真剣に聞いてくれたわみんな。はい、こいちゃんなんですけどとっても良かったです。あそう。いやマジでわいいなと思いました。でも26年目でね、予定15分だったけどちょっと押しちゃったけど、はい、こんな長尺で笑いなく喋ったの初めてだね。はい、いやでもそれはなんか僕もでもすごい真剣に聞いてくれてたから、はい、いやすごいと思いました。でこうやって聞いてくれる子いてるし、はい、いやだからあの僕も初めてですよ、見る側で藤原さん、芸人藤原さんを見てあんなにもうずっと笑いなしで喋ってるの見るの初めてだったんで。いやでもね、でもこれは本当に良かったです。伝わった感じがしたし良かった。皆さん、長い時間でしたけどお疲れ様でした。なんかこうすごく皆さんが本当にいじめっていうものに対して真剣に熱量を持って取り組んでくださってる、考えてくださってるなっていうことがすごい伝わりました。まさかここまでの、会というかこういうイベントだとは僕正直思ってなくて、感動しました。願わくば今日中学生でありたかったなと思います。あの時の自分に見せてやりたいなと思ってます。特に印象的だったのはグループ競技でいろんなことを皆さん喋られててですね、いじめを受けている人に挨拶をしてあげる、それがメッセージの方にも入ってたんですけど、それを聞いて思い出したのが、自分がそういう体験をしている時に挨拶してくれたりとかちょっと喋りかけてくれた子、それだけですごい嬉しかったのを思い出しました。基本的にやっぱりそういういじめを受けている瞬間って傍観している人って無視してるわけじゃないと思うんですけど、自分が次その標的になったら嫌だな怖いなと思ってるので、あまりこっちに接触してこないんですよね。でもそこで挨拶してくれるとかなんか喋りかけてくれるってすごい勇気を振り絞ってやってくれたことなんだなっていうのはこっち分かってたんですよね。それがすごい嬉しかったし、その日一日そういう一言があった日っていつもと違う日、いつもよりちょっと良かった日になってたのを思い出しました。だから皆さんももしそういうことがあったら傍観者になるんじゃなくて少しの勇気っていうことをメッセージでおっしゃってるところもありましたけど、本当に少しの勇気だと思います。喋りかけてあげるだけでその被害を受けてる子は全然違った色になっている、その一日が違った色になっていくんだと思ってください。なんか助けそれで助かることも多々あると思います。はい、そんな風に感じました。あと個性を分かり合うっていう結構皆さんおっしゃってたんですけど、まあ、学校にいるっていうことはみんなと一緒に共同生活をするわけだから、ほとんどが一緒のことをしなきゃいけないって思うんです。本当にみんなと一緒じゃなきゃいけない瞬間もそれはあります。社会に出ていってもそうです。でも個性ってすごく大事だっていうことを本当に皆さんしっかり考えてくださっててすごく嬉しかったと思います。大人になるといかに個性が大事で、いかに職場でも、まあ、僕のいる芸能界でも個性が大事かっていうこと、個性がどれだけ仕事に結びつくかってこと、そういうことを、こういじめを通して分かっていただける、考えてもらえてるっていうのはすごい素晴らしいことだなと思います。ちょっと達成しますけど、僕が今まで個性的な人にはもうたくさん会ってきました。深夜番組でやってた番組はもう本当に個性に特化した人たちを呼ぶ番組があって、外蛇口、外に蛇口ありますよね、駐車場だったり、まあ、いろんなところに外に蛇口ありますよね。あれを年がら年中写真撮って生活してる人がいる。外蛇口研究家っていう。その人それで結局テレビ出てギャラもらってるんです。写真集も出してる。個性ってすごいんです。道にね、工事現場の人が落としていったのかな、誰が落としていったのかな、軍手が片手だけ落ちてたりしませんか。片手袋研究家っていう。個性ですよね。その人はそれで写真集出してました。もちろん別に仕事があってですけどね。で、人生いろんな楽しみ方があるし、僕はそういう人たちに、あ、こういう世界があるんだって教えてもらったし、今日皆さんがここで話し合ったこと、本当にすごく実りのあることを喋ったんだと思っていただきたいと思います。今日ここで喋ったことが皆さんが
各自分の住む、ね、地区に帰って広げていくことが日本全国に本当に広がることだと思います。45歳にしてこんなに年下の皆さんに勉強させていただくことがあるとは思ってませんでした。本当にお礼言います。ありがとうございました。行こうね。はい。ママをやったらあのサミット失敗したみたいだから。ありがとうございます。ラストがすごい心に残りました。ありがとう。また呼んでください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。本日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。雰囲気も温かくて。はい。そうですね。なんか本当あんなに真剣にみんなね僕が。思ってたよりものすごい熱量を持ってエイジメンに対して喋ってくれてたんで本当あんな前向きにやってくれてて感動しましたね。お疲れ様でした。いやお疲れ様でした。すっかり夜になりまして、はいはい、すごいですね。いやいやいやね、いい経験させてもらいました。いや本当あんなにたくさんのこう中学生に講演することもなかなかないでしょ。ないですね。すごい経験。ありがたいね。いや二人で文部科学省に行くことになるとはね。俺はそんなこと想像もしてなかった。いやいや何が上がるか分かんないね人生。ね、はい、まあでも本当でも楽しかったって言い方おかしいけど楽しかったですね。いい経験になりました、はい、ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。はい。